はバイアンドです。皆さん今日も一日お疲れ様でした。最近私ちょっと悩み事があるんですけど、この携帯の最近めっちゃ頻繁に落とすんですよね。もうこれなんか解決方法を知ってる人いないかなってマジで悩んでます。 iPhone の、 その画面は全く割れてないんですよ。でも iPhone ってなんか落としすぎるとちょっと機能が早く老化しちゃったりとかするじゃないです か、 なんか最近ちょっと音が変な割れ方してるなみたいなのをちょっと思って、落とす習慣をなくさないと余裕やばいかもと思って、落とさなくなったエピソードみたいになったら教えてほしい。今日はなんですけど、男性からしたら特に嘘だろみたいな、本当に言ってるそれ、絶対綺麗事だろみたいな風に思うことちょっとあるかもしれないですっていうぐらい。1つ目、低身長男子。いろんなところから、まあ、統計して集めた中で一番多かったのがこの低身長男子。私の過去にちょっと低身長男子について喋ったこと若干あったんですけど、その低身長男子を気にしない人の意見として、最近結構ね、男性でもちょっとした厚底靴を履いてる人が多くなったりとか、あとメンズメイクをして身長っていうよりかは、まあ、顔にこう集中させるというか、こういう風に低身長をまあ手軽にカバーできるものっていうのが増えてきたっていうのが結構大きいのかなって思います。男性の中では低身長っていう風に言われてる人も、大体の女子からは自分よりも身長が高い人だったらいいっていう人って結構いるんですよ。例えば私とかは160センチなんですけど、だから161センチ以上だったら別に私の中では、男性の中では身長が低いかもしれないけど自分よりは身長が高いっていう認識になるので、そんなに気にすることってないかなって思います。で、次、毛が濃い。毛が濃いっていうのが意外と男を感じる女の人っていうのもいるんですよね。ただとはいえども、清潔感がある人の方がいいんじゃないのっていうふうに思う人ももちろん多いと思うんですよ。で、私の動画でもそういうのって紹介してたし、話が違うじゃねえか、多いバイアンドってなるじゃないですか。だからこれ補足しておきたいことがあって、毛が濃いっていうことに対して1ミリも気にしなくてもいいと思うよって言ったのは、そのまま生やしっぱなしでもいいよっていうことじゃなくて、今って処理方法がたくさんあるから、毛が濃いこと自体をコンプレックスに思わなくても、解決方法もいっぱいあるし、それを生やしておくっていうのも一選択肢としてあるしっていう、なんかいろんな選択肢あるよねっていう意味で、別にそんななんか思い悩まなくてもいいんじゃないっていう意味でこれは紹介したっていう感じです。次、太らない、ガリガリであること。多分ね、女子だったら結構共感してくれる人多いんじゃないかと思うんですけど、マジで好みなんですよね。本当に男性の中で貧乳が好きだよって言ってくれる人いるじゃないですか。これは女子側からすると嘘だって思うんですよ。で、胸がないってそんな魅力のないことあるバリに思う人ってのは多いんですよ。でも実際にそういう男性は本当にいるじゃないですか。それと仲いいと思ってくれればいいかなと思うんですけど、細いければ細いほど線が綺麗と思う女の人もいるんですよね。本当に好みっていうか、なんかそこで別になんか決めてないっていうか、だって例えばそれだったら一緒に鍛えればいいじゃんとか、一緒に体力つけるの頑張ろうよみたい なんかこういう話にも持っていこうと思えば持っていけるし、例えば体質的に太れなくてみたいな風に言ってたら、女性からしたら逆にそういう細い男の人が横にいるって結構モチベーションだったりするんで、頑張ろうって思いますもんねっていうのもあって、私からするとあんま気にしてないかなっていう風に思います。次、女性経験が少ない。女性経験が少ないと思う男性に対して可愛いって思うことも結構あるんですよね。これ結局なんか経験数とか云々よりも勉強熱心かどうかが重要なんじゃないかなってすごい思ったりするんですよね。経験人数が多いって、まあ、確かにそういう人が好きな人もいる。もう別に少ないからといってそれがイコール女子からしたら、この人ちょっと嫌だなみたいな風に繋がるっていうのはあんまりないんじゃないかなって。なったとしたら、それは経験人数に限らず、なんかその営みとかするときに痛みを感じるとか、この人めっちゃ下手くそだなって感じたときにそれを思うのだって、それってなんか経験人数がいくら多くても下手な人って多分下手、仲良慣れてたとしても、なんか一人一人のそのいいと思うところを別に極めてるとはまたちょっと別の話だと思うんで、なんかそういうのをちゃんと極めようと頑張ってくれてるかどうかが一番大事な気がします。で、女性は今って、まあ、美容整形とかすごい手軽にできる、またも手軽に昔よりできるようになった時代かもしれないけど、女性の方が二重にしようと思う人って結構多いと思うんです。自分の家族がみんな二重なので、私も二重を譲ってもらったっていう感じなんですけど、だからこそ男性は切れ長な目が好きとか、男性は一重の人が好きみたいな風に思ってる女子もすごい多いんですよね。私自身も一重で切れ長な目してる人とか
素敵だなって思う人もいますもん。あとすごい思うのが、一重だとしても目が結構パッチリしてるように見える人っていうのも結構いるなと思ってて、だから一重の形っていうか、 なんか全体の雰囲気が大事なのかなって思います。お金ないこと、これちょっとね出そうか迷いました。だって男性からしたら、いや嘘つけよと、さすがにそれは綺麗事すぎやろみたいな絶対なると思うんですけど、確かに世の中にはいっぱいいますよ。ちゃんと自分にプレゼントしてくれたりとか、お金がある人がいいって思ってる人ももちろんいっぱいいる。でもそれってあくまでも理想論でしかないんですよね。実際にお金がある人がいいって思うのは誰しもそうじゃないですか。それは多分男性側からしても、いやお金全くない女子よりもお金ある女子の方がいいじゃないですか。でなんですけど、これって結構物の測りようの問題も結構あるなと思ってて、お金が仮になかったとしても、一生懸命お金がない中でも尽くしてくれようとしてたかどうかっていうのの方が、逆にすごくなんか惚れるというか、この人めちゃくちゃいい人だなとか、俺が一瞬待って可愛く見えるっていうか、そういう風にお金がない中でもすごい素敵だなって思えるものが一箇所でもあったら、思考が変わるんですよね。お金ないから無理じゃんじゃなくて、お金ないから一緒に稼げる方法を見つけようとか、ちょっとその人と一緒にいるためにお金を稼ぐっていう思考になんかちょっと変換されるから、結局お金がない男性でも女子が好きになることって全然多いっていうか、もちろんさっきも言った通り、お金がない男は無理だっていう女の人ももちろん存在は絶対するんですけど、でもそれってどちらかというと最初からそう思ってるってよりかは、お金がない男性で嫌な経験がめっちゃあったからお金がある人がいいってなってることの方が多いので、別に最初からそう思ってたわけじゃないっていうか、なのでここに凝ってしまった人をお金がない人が落とそうとしてもちょっと難しいかもしれないんですけど、大体のみんな最初ここなので、お金がある人がいいと思っていながらも、お金がない人のそのけなげさとか一生懸命さとかがあった場合にそれを好きになるっていう女の人もめちゃくちゃ多いから、こういう人たちに対してたくさんその自分なりの一生懸命っていうか見せるっていうのをするだけで、私全然いいと思っちゃう。次、アニメオタク。オタク気質な人って、そうじゃない側の人間からすると熱中気質な人っていう印象を持ったとしても、マイナスになる要素ってあんまりないかなって。オタクの人でマイナスになるとしたら、それが故に価値観をこじらせちゃった人に関してはそのあとも女子は多いかもしれないんですけど、例えばアニメでこのキャラクターがめっちゃ好きとかっていうのがあったとして、で実際リアルで付き合う子もその子に似てる人じゃないと嫌だとか、一緒にアニメオタクになってくれる人じゃないと嫌だとか、そういう価値観がすごい偏りが出てきちゃったりとかした時には、確かにこの人と私はちょっと合わないかもと思うことはあるかもしれないんですけど、でもただのアニメオタクとしてその自己完結でやってくれてる分には全く問題ないっていうか、むしろすごいね、こんなに熱中できることあって私も見つけたいわ割に思えるので、全然気にしなくていいと思います。最後、色白だこと。私は色黒も色白もどっちも魅力的だなと思います。色黒だったらちょっとワイルド系、素敵とか清楚とかそういう印象よりかは好きみたいな部分もあるかもしれないんですけど、まあ、全然それでもいけてるなと思う人はいけてるし、色白だとちょっと不健康に見えるとか、こっちよりはちょっと色黒の方がモテるんじゃないかと思ってる人もいるかもしれないんですけど、まあ、それからするとそれこそ今って韓流アイドル流行ってたりとか、俳優さんとかその芸能人芸でもすごいこうなんか本当になんか白な引きこもりかのような色の白さをしてる人とかでもすごいファンがいたりとかするぐらいなので、色白好きな女の人めっちゃ多いなと思います。ということで今回は女子が1ミリも気にしないことをたくさん紹介していきました。もしもこの動画で参考になるものがあったらぜひぜひ参考にしてみてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご清聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイアンでした。バイバーイ。